はいそれでは始めますみなさんこんにちは2019年18時間で総まとめブラッシュアップ講座ですね講座ガイダンスを始めます担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、まああのブラッシュアップ講座のまあ講座の説明なので、えー、まあ気楽に聞いていただければいいと思いますけれどもあまり時間かかりませんので、えー、まあ軽く聞いてくださいあのまあ えっと、講座の名称はね18時間で総まとめということなので全、まあ、範囲を18時間でまあざっと回していきます、まあ、そんな講座ですねでですねちょっとこの講座を作った、えー、ちょっと説明をねさせていただきたいんですけども、えーまあ、ちょうどですね、うん、と僕が卓球の講師をやるようになってからだいたい えっと、151617年かなになるんですね。でこの初めの頃なんですけど、えー、まあ竹の講師になっ,たなったばかりの頃なんですけどね、えー、ある塾高生さんが、まあ、僕のところにあの質問に来てくれたんですよ。で講師になって1年目か2年目だと思うんですけどねこの時にあのまあサブノートを。 なんかサブノートを自分で作った方がいいですか？っていう感じの質問だったんですよね。で、要はまとめのノートがないので、えそれを自分で作った方がいいかっていう。まあ質問がありまして。いやそれやめた方がいいって言ってたんですよね。あのノートを作るのはノートを作ること。自体が勉強になりますから。もちろん悪いことではないんだけど。でもそれはね。その大学受験とか、あるいはその何て言うかな？もう少し、えー、時間がかかる。 試験集だったらまあいいかもしれませんけど達犬の場合はもう本当にね数ヶ月で受かんなきゃいけないのでえ自分で手作りしてる時間ないからそれやめた方がいいっつってですねでなるべくなんかテキストとかね、えー、あるいはあの予備校が配ってるレジュメとか、まあ、そういったものにポストイットを使ってで書き込みをしたりとかしてで自分なりのその出来合いのものを加工して、えー、サブノート化するのがいいよって話をしたんですね。 何をベースにすればいいですか?」って言われて「まあ、あ,のあなたが使ってるテキストが一番いいですよ」って話はまあしたんですね。だけど、まあ、実を言いますとあんまりそのサブノートにするのにはあのなんか適してる素材が実はあんまなくてですね分量が多すぎたりとかねあるいは少なすぎたりとかして、えー、なんかいいのないなって実は本当思ってたんですよ。であのそう思いながらもじゃあ自分で作ってあげようか。 っていうところまでは思わなかったんですよねなぜかと言いますとまあ、えー、と仕事が忙しくてですねなかなかできなかったんですね。で結局のところ講師になって1 5 6年ねずずずいぶんあのキャリア長いように聞こえるかもしれませんけど初めの頃はもう全然あの講義をする時間がなくてですねでひどい時なんて1年間に 1> 1年間に2日間に日だけなかなかねちょっといろいろと、ままあ、仕事が忙しくてねで56年前かな56年前になってで自分の仕事がちょっとね、まあ、あの一段落してで竹の講師をちょっとしっかりやっていきたいと思ったのが56年前なんですよでそ,その頃にはですね、まあ、ず長年ずっと思ってたサブノートをね、まあ、作ってあげようって思ったんですよね それがこのブラッシュアップ講座を作ろうと思っあの,の講義を作ったまああの出発点っていうか、えー、きっかけなんですよでねやっぱりですね直前期になってこの全体を見渡すためのサブノートがあったのが絶対有利なんですよねで、まあ、てあの適切なものがなかなか見つからなかったので、まあ、自分で作ってしまえと思ったんですねでそのサブノートにはですねまず網羅的でなきゃいけないんですよ全体 体をちゃんと網羅的にカバーできてないと、サブノートの意味がないんですね。あの要はですね。この問題演習をやりながら。ちょこ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 と、その確認していく必要があります。例えばね。まあ、これがあの十八時間の、これ宅建業法なんですけどね。これ宅建業法の、えー、まあ、講義のレジュメっていうか、あのテキストで。結構薄いんですよ。 薄い割には全範囲がカバーされています。全範囲がね。でまところどころ赤い文字になってまして。でね。あの強調する覚えなきゃいけないことは一応赤い文字にしてあります。で、こういったものを使ってですね。で、あとは問題問題。あの過去問集があって、この過去問集を解いてで、あのテキストにどん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 フィードバックをしていく。 そういう作業がとても大事なんですね。もう時間のない直前期はもうそれを高速にやっていく必要があります。あの勉強のね。そのなんか容量があまりつかめていない人は？大抵過去問を解くだけで終わってるんですね。問題を解いて答えを見て問題を解いて答えを見てとだから、これだけで完結させちゃおうとしてるんですねそうするとあの聞かれたことは答えられるんだけど。 何を聞いてるかっていうのが集あの知識が集約化されてないので応用を聞かないんですよ。なので最近ね過去問を解くだけだと他県試験を受かりにくくなったなんていうねいう声がまあ、どこからも聞こえてくると思うんだけど、それはねそういうことなんですよもう。過去問を解いてるだけだとその知識が集約化されてこないんですよね。だからそれをある一定のインプットの教材にまあ、集約していく。例えば。 この過去問は、えっと、ここの,この30日以内を聞いてる問題なんだよねっていう意味ですねテキストでその過去問で問われてるテーマを、まあ、フィードバックしていってですねでそ,それでまとめていくですねそうするとこれを見るとあ、えっと、変更の登録は、えっと、似通ってるけども違うよね,ね変更の届け出は30日以内だけども変更の登録は 地帯なくだからこれ30日じゃないんだなっていうんです、ね、それで一旦その知識がをフィードバックすると周辺知識が目に入りますよねそれが大事なんですよねそれ,が大事なんですそれを何度も何度も繰り返すことによってあこれって紛らわしいから注意しなきゃいけないなってね変更の登録と変更の届け出は紛らわしいなっていう感じがまあ表になってますから分かりますよね。それが そのそれがテーマを潰すってことなんですよねなので過去問の問題と答えを潰すというのではテーマが潰れていかないんですよだから、えー、インプットのテキストにフィードバックをする必要があるそのインプットのテキストにフィードバックをする必要があるのはあるのはそうなんだけどもそれがね、えー、ちゃんと過去問の重要知識が、えー、網羅的にサブノートに入ってなきゃいけないんですよね じゃゃななきゃ意味ないんですよそれがね、まあ、問題演習と並行して知識確認をするためにどうしても、えー、網,羅網羅的にちゃんと知識が入ってなきゃいけないんですね。でただそうは言ってもボリュームがありすぎるとまとめ資料なならないんですよねテキストを全部持ち歩くわけにいかないじゃないですか分厚いからね。なのでボリュームがありすぎると あのまとめ資料の意味がなくてこれコンパクトにまとまってなければ意味ないんですよね。それはね調べたいことがあってパッとわからないと面倒くさくなっちゃうんですよ。だからなるべくコンパクトでパッと見つかるようにするのがやっぱりいいんですよね。でこういっったものが今まででなくてて自分で、ね、なんか作って受講生さんに え、なんかね、提供してあげたいなーってのはもうほんと昔から思ってまして、15、16年前からね、思ってまして。で、やっと5年前に作りました。え、これがまあ、この、ブラッシュアップ講座ですね。えー、前、ずっと作りたい、作りたいと思ってたことを、まあ、やっと作ったんですよね。で、今年5周年ですね。あのー、まあ、5周年ってなってますけど、えー、おかげさまで、あのー、割と、まあ、評判良くて、で、 あのサブノートがすごく役に立ちましたとかねそういった声を結構いただくようになりましてで、まあ、あの毎年毎年、うん、と受講生さんから何、えー、て言うのかなあの、まあ、好意的な、ね、コメントとかあるいは、えー「おかげさまで受かりました」っていう、まあ、フィードバックがあるからだからまあそれを支えにね毎年毎年あの作ってるんですよ。毎年毎年、まあ、今年年今もやろうかと思って ね、これがね受講生さんから全然なんかいいフィードバックがなかったらやるの面倒くさいですよね <laughs> 結構大変なんですよそれがね割と良かったので頑張って今年もやりますでまあ 5, 5周年なので少しねなんか得点をつけようってことで、まあ、レックさんの方からもねそういったまあオファーがあったのででまず「赤シート付き」にしましたで暗記科目暗記項目は一目で分かるようにってことで なんかね、こういう、まあ、あの赤いシートありますよね。この赤いシートを、まあ、かぶせて。で、重要項目がなんか隠れるように、まあ、したわけですね。で。完全に赤シートで消えるとなると。こういう文字がね、もっと薄くなっちゃうんですよ。ピンク色になっちゃうんですね。で、そうすると、赤シートなんか使いたくない。えー、そんなことよりも、ちゃんと、あの、なんていうかな。えー、テキストとして使いたいっていう人になってくると。まあ、ちょっと見にくいんですよね。 なので、まあ、どっちを優先するかというときに一応文字14項目がテキストを開いてパッと、うん、目に飛び込んでくるようなこそっちの方を重視しましたので、まあ、赤シートできれいに消えないところはある,あのあると思うんだけどそれはちょっと勘弁してください。ですかね。はい、それから、えー、と今年は免除項目もつけました。 あの免除科目はないんですかっていう感じの何、えー、かね、うん、と免除科目でこういうまとめ資料が欲しいとかね言われたこともあったので、まあ、今年頑張って免除科目をつけよう,けようと思いましたで免除科目はあの講義はありませんあのま,まとめシートだけですねで免除科目も、えー、やっぱりね必要な人は多いわけですよ。免,問免除の人ばかかりじゃないですからね で五問免除のじゃない方で免除科目も受けなきゃいけない方でで免除科目ってあの統計資料があるじゃないですかだから今年の試験にそのまま使えるっていううんと資料が免除科目の一冊でまとまった資料っていうのがないんですよねだからそれもやっぱりつけてあげた方がいいなってまあ前から思ってまして。 まあ今年頑張ってやるようにしましまたなので、まあ、これ別に毎年毎年あの料金値上げしてるわけじゃなくて、まあ、同じ金額でねで、まあ、付け加えてますんで、まあ、レックさんからするとねあのコストばっかり上がっちゃってで販売価格は変わらないわけだから、まあ、あんまりどうなんだろううれしくないかもしれませんけど、まあ、我々講師からするとね、まあ、どちらかというと売上よりは あの皆さんがうんと使いやすい方がいいのでなので免除科目を、まあ、金額そのままでつけるようにしましたであとですねあのと試験当日のチェックリストっていうのを、まあ、僕はね、えー、と自分の生講義のクラスの方には配ってたんですよただ、まあ、生講義ののクラスの人って 本当人人とか30人とかしかかししいらっしゃらっゃ、ね、なのでまあせっかくだからブラッシュアップ講座の方にはこの当日のチェックリストを、まあ、配っちゃおうと思いましてこれはあのただ A4 のピラ1枚ですよあの試験会場に持ってってほしいってやつです試験会場に持ってって試験,の試験の始まるね本当にもう じゃあ全部しまってくださいと言って試験官が机の上から全部あのね引き用具を除いて全部しまってくださいと言われるまで見てほしいっていうそういうチェックリストですねだからまあなるべくコンパクトになってまして A41 枚になってます、まあ、そんなものをねちょっとつけてでやろうという話でまあスタートしました今年はねで DVD 版と Web 版があります あのやっぱりね講義があった方がいいと思うんですよ。まあ、サブノートが、ね、手に入ればいいんだっていう人も、まあ、結構多いんだけどでもね講義があった方がやっぱりんと理解がね、えー、深まると思いますんで、まあ、その方がいいと思います。でこの、まあ、8月6日の発送視聴開始になってますけどもあのこの免除科目とかこのチェックリストはですねちょっとまだ だいぶ時間がかかって8月向日には遅れません。えっと9月の中旬になりますというふうになってますね。えっとこのねこの2つはちょっとえっと遅れると思います。なのでまあ9月中旬には発送できると思いますんで、まずはこのねえっとテキストになるこういったまあサブノートですね。これがまあ3冊ですね。この3冊とあとは うんと講義ですねウェブで受けられるか DVD で受けられるかなるべく早く手にあのまああの申し込もうと思ってるんだったら早くしてください。あのね、やっぱり、うん、とスピードが速いんですよ講義はねでなかなかねちょっとまだね勉強がついていけないと思うから勉強してから申し込もうとかねいう方もいらっしゃるかもしれませんけども。 あのえっと去年だったかなあの発送がね間に合わなかったことがあるんですよえ注文をいただいてもねそのそんな簡単になんていうのかなその印刷がね、えー、できなくてで次の発送までに印刷が間に合わないっていうケースがあってだいぶ待ってもらったことがあるんですよなのではじめにある程度の部数があのの発注があればね。 それは DVD を作ったりとかあるいはこういった、ね、テキストの印刷なんかが間に合うんだけど急にドバッときちゃって後からね後からきちゃってでなかなか発想が間に合わなかったことがありますて、ね、そういったことでととお待たたせしたことがあるんですねなので、まあ、できればねどうせ申し込もうと思ってるんだったら早めにしていただかない,いた,た方がもう絶対にお待たせしないので、まあ、早めにしてほしいと思います。 でまあ申し込もうかなどうしようかなって迷ってる方だったら、まあ、こういうふうに考えてくださいあの。あくまでもこれ総まとめをする講座だからね全く勉強が全くまだ勉強手ついてない、ね、今から勉強しますという人がいきなりまとめじゃんあの無理ですはっきり言って。なのでとりあえずどんな方が対象かと言いますと一応で、ね えと予備校で基礎的な講座は受けたことがありますとかねで過去問、まあ、こういった過去問をとりあえず1周しましたぐらいの方だったらベストですね非常にいいと思います。あるいは独、まあ、学でもいいからとりあえずテキスト予備校のテキストとかあるいは本屋さんのテキストをざっと全部目を通してでこういった、まあ、レックの過去問でなきゃいけないわけじゃないんだけど、まあ、こういった過去問集を一通り 過去あの,宅建の前半はやりましたでまだまだあの全然なんかね過去問解いてもなんか間違ってばっかりいてでそんなにまだね知識は定着してませんでこれから頑張りますっていう人だったらえっ、ー、とこの講座は役に立つと思いますねなので全くゼロを合格レベルに引き上げるというところは無理です。それはちょっっと無理ですねだったら まずはねまずはテキストとか、えー、なんか予備校のテキストを買ってきてで一通りざっと目を通してでまず過去問を回してください過去問を一回りしてないとまとめがまとめにならないですまとめっていうのはとりあえずねあの一通り終わってることが前提だからそれはぜひお願いしますなのでまあねえっ、ー、とこれが申し込まれる方が8月とかあの9月になってから まあ申し込まれる人もいっぱいいらっしゃると思うんだけど、えー、それはね、まあ、とりあえず、えー、と自分はね絶対に過去問は一 <laughs> 通り全部回す <laughs> というつもりがあるですねで最終的にまとめのサブノートが欲しいというのであればおすすめします、ねまあ、全体のそのサブノートのクオリティだけはまあ自分が結構入念に作ってますんで、えー、がっかりすることはないので。 ね、サブノートのクオリティは大丈夫です。で、とにかくね、あの、サブノートに載っていない、まあ、このサブノートに載っていないものは宅検の合格には必須ではないと思ってください。だからサブノートに載ってるかどうかで判断してもいいぐらいですね。まあ、そんな感じなので、まあ、あの、毎年毎年ある程度、えー、受講生さんから、まあ、ご指示をいただいて。 で、まあ5年続けてきましたんで、まあ多分役に立つと思います。ね。あの、ぜひ検討していただければと思います。はい。それではですね、えっと、18時間で総まとめ、ブラッシュアップ講座の講座ガイダンス、これで終わりにします。では、お疲れ様でした。